アッシュール・バニパル、アッシリア王エサルハドンの息子として生まれた。兄の真意ディナー・パラが先に死去したため、皇太子となった。そしてエサルハドンの生前の取り決めにより、アッシリア王位にアッシュール・バニパルが、バビロニア王位に兄のシャマシュシムキンが即位し、アッシリア王を上位とすることが定められていた。弟である彼が上位のアッシリア王になったのには、エサルハドンの聖母ナきや、 ザクツの政治工作があったと言われている。紀元前669年にエサルハドンが死去すると、翌年アッシリア王位に就いた。彼は父が行っていたエジプト遠征を継続し、紀元前667年にエジプトのメンフィスを再び陥落させた。エジプト王は消息不明となり、エジプトを支配下に置くことに成功した。しかし、エジプトでは、 タハルカの地王の逆襲が起きたため、第二回のエジプト遠征を行って、紀元前663年にはついにエジプトの首手上を陥落させた。その後彼は、エジプトの統治をサイスの猫一世に任せた。また、リュディアの王が、キンメリア人の侵入に対して、援軍を要請してきたために、これを助けて、リュディアに兵を襲うたが、後に、ギュゲソウは、エジプトの 猫一世の息子とを結んで、アッシリアに敵対した。これによって、紀元前656年頃には、エジプトの支配を喪失することになる。紀元前662年には、エラム、ノー、タイと戦って、これを破り、エラムを俗国とした。しかしエラムはなおも反アッシリア的であり続けた。かねてより、バビロニア王たる自分の従属的地位に不満を、 持っていたニーシャマシュシュムキンは当初は父エサルハドンとの制約に従っていたかに見えたが、紀元前652年ついに反旗を翻した。アッシリアに反感を持つエラムヤの主張ナブーベールシュマティ、等の支援を受けてのものであった。反乱の発生直前にアッシュルバニッパルはこれを察知していたらしく、バビロン市へ向けて彼が発した手紙の写しが現存している。 この争いではアッシュール・バニパルは南部バビロニアの諸都市に内部工作をかけてシャマシュシュムーキンから離反させることに成功した。アッシュール・バニパルは紀元前650年までにバビロニアの大半の都市を制圧し、シャマシュシュムーキンはバビロンに籠城した。バビロンは2年間にわたってアッシュール・バニパル軍の包囲に持ちこたえたが、紀元前648年陥落し、 シャマシュシュムーキンも炎上する宮殿の中で死亡した。以後アッシュウル・バニパルはバビロニアにカイライオ・カンダラルを建てて、これを支配した。ナブーベール・シュマティはなおアッシュリアに敵対し、大いにこれを苛立たせたが、到底、アッシュリア軍を飛び返すには至らず海の国から逃亡した。ナブーベール・シュマティがエラムへ逃げ込んだことや、エラム自体も反乱に手を貸したことなどから、 アッシュールバニッパルは再びエラムとの戦いに乗り出した。アッシュリア軍はここで大規模な勝利を収め、エラムの首都スサを占領、これを徹底的に破壊した。この結果シュメール時代以来メソポタミアに影響力を振るったエラムは、その有力国としての地を完全に失った。ナブーベールシュマティは従者によって殺され、彼の死体は塩漬けにされてニネベに送られた。 この勝利によって、アッシリアの遺構は、イラン高原にまで広まり、多くの王がアッシリアに奉納を行った。そういった王の中には未だ小国であった、アンシャン、後に、アケメネス・アッサ、ペルシア・オーキロス一世もいた。アッシュール・バニパル治世の後半は、記録が乏しい。大規模な遠征はなかったと言われているが、アッシリアの国力は衰退していったと考えられる。 その原因については明らかではない。死後王位継承をめぐって、アッシリアの政局は、混乱に陥った。アッシュール・エティル・イラニが、王位についたが、短期間に王位が交代、間もなく、アッシリア自体も滅亡することになる。なお記録の減少については、アッシュール・バニパルが首都を、移したためであるとする説もある。アッシュール・バニパルの知性は、歴代アッシリア王に比して遠征が少なく、 アッシュール・バニッパルに関する記録も、建築や研究、文芸に関する記録が多いので知られる。アッシュール・バニッパルは、歴代アッシュリア王の中で、最も教養豊かな王と言われ、シュメール語、アッカド語の読み書きができた。彼自身それを誇りとしていたことを示す文書も、残されている。この高額のアッシュリア王は、自らのライオン狩りの姿を映した浮き彫りにさえ帯に、 アッシュのペンを挟んだ姿で表現させた。アッシュウルバニッパル王は文書収集に熱中した王,王として知られる。彼はアッシュリア全土に初期を派遣し、神話、医学、宗教、言語などの学術書、果てには商業証書や一般人の手紙までを集めさせた。全国の蔵書家に文書の教室を命じ、複写させた。しかも原本の返却をしなかった。 これが、オリエント世界の知識の集大成とも言える、図書館を建設へとつながった。これは、現在、アッシュウルバニパルの図書館、または、ニネベ図書館として知られている。最も残存率の高いギルガメシ主女児の半本も、この図書館に保存されていた。また、こうした文書収集に関するアッシュウルバニパルの命令書も、保存されていた。ニネベ図書館の母体となったのは、 アッシュウルバニパルの進化であったナブーズクプケーヌの蔵書であった。代々続く学者の家に生まれた、彼は家に伝わっていた蔵書をアッシュウルバニパルに献上し、アッシュウルバニパルはこれらの文書を母体に図書館を建設した。この時集められた設計文字による25,357点の年度版は現在、その大半が大英博物館に保管されている。 古代メソポタミアの研究において、この図書館の文書群は圧倒的な意味を持つ。そのうち、ジョージ・スミスラによる洪水伝説の発見は、聖書研究に新たな局面をもたらした。一枚の粘土版にアッシュールで、シマヌの月に日食が起こったという記事がある。これは、紀元前763年6月15日のことと思われる。 不応エサルハドンの時代からアッシュルバニパルの時代にかけて、生贄の動物から内臓を取り出してその状態によって未来を占う内臓占いが多数行われた。この占いに関する文章が数百点残されており、しかも王が重大局面に差し掛かった時その吉強を占った記録であるために、当時の政治情勢を知る上で重要な資料となる。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。